どうもお疲れ様ですタカさんあの自分の得意分野がお金に変わるかどうかっていうのは実はね偶然なんですよねでこれが必ずお金に変わると思っているのはもうほんと自分だけなんですよこれなんで偶然って言えるかっていうとうんまあ自分と接触する人がそれに困ってなくてはいけないんですよねですのでその偶然を必然のレベルまで高めるためにはアクセスを取っていく多くの方に認識されるっていう作業が必要なんですよつまり集客です で集客がもう1万人単位でできるとそこにはねやっぱりこう数パーセントとかコンマ数パーセントの自分の特技で解決できる人が必ず出てくるんですよそれ確率的に日本人の人口って1億人ぐらいで有効労働人口って6000万人と言われてるんですよねつまり6000万人の人が何かに困ってそれを解決するためにお互いにギブアンドテイクしてるっていうのが労働市場なんですよねある人は パソコンに詳しい。ある人は体力があるから力仕事をする。ある人は食べ物を作ることができる。ある人は物流ができるとかね。で、そうやって、えー、自分の専門分野を人に売ることによって、他社の専門分野を購入してるっていうのが経済の仕組みなわけなんですよ。で、その経済の仕組みには全てビジネスが入ってるわけですよね。で、その、どこの一億を担うかってことなんですけども、偶然と必然って話を今回させていただくとね、人に頼まれたことは必然なんですよ。だって頼まれてるわけですから。 で、その人に頼まれたことを、たまたま自分ができれば、これは対価を得ることができる。少なくとも感謝されるわけですよね。でも自分ができなかった場合どうするかっていうと、できるように一瞬でなるっていうことがあります。え私がね、訪問販売をしているときに一番最初の仕事って網戸の張り替えだったんですよ。でもそれは網戸の張り替えができるからやったわけじゃなくて、たまたま知り合ったお客さんが網戸の張り替えを頼んできたんですよね。でも私、網戸の張り替えなんて一回もやったことがないんですよ。 で、どうするかっていうと、とりあえずお金が欲しかったんで受注したんですよ。受注して部品買ってきます。とか言ってホームセンターに行って、ホームセンターで部品を買うのと同時にホームセンターの品の社員さんにね。網戸の張り替えどうやるんですか？って聞いたんですよ。当時こういったスマートフォンなくてガラケーだったんですよ。でもガラケーで。 ガソ素スの荒いやつで写真をいっぱい撮ったりとかね何回も何回もやり方を聞いてこれ試しにこうやってやるんですかとか言ってねその社員さんも忙しい中に私丁寧に教えてくれたんですよでその記憶が新しいうちにお客さんのところに行ってこうだったかなだったかなと言って網戸を貼るわけなんですよどうだったかなと思って分かんなくなったらまたね20分ぐらい田舎だったんで、ね、ホームセンターコメディにまた走って行ってすいません途中で作業分かんなくなっちゃったんでもう一回教えてもらえますかみたいなことをやって教えてもらってまた お客さんのところに行くみたいなことを繰り返して、半日がか,かりでね、網戸20枚を全部取っ替えたんですよ。で、その時の契約は、網戸1枚につき500円くださいって話だったんですけども、20枚取っ替えて、大体1万円だったんですけども、初めてやった網戸の張り替えなんでね、もうボロボロでしたね。めちゃくちゃ。でも一生懸命、ああでもない、こうでもないっていうふうにやってんのを、その、依頼くださったお客さんが見ていてね、あの、作業があった時に、ありがとうねお疲れ様って言って、2万5000くれたわけなんですよ。だからね、 アミドははっきり言って仕事になんなかったんですけども、私の仕事に対する姿勢をその時は買っていただいたってことになるかなと思います。それが私の生涯初の訪問販売の仕事でした。で、あまりにも申し訳ないんで、次の日ね、折り詰めを持って箱詰めのお菓子を持って、ね、そのお宅にお詫びとお礼に行ったんですよ。昨日はすいません、迷惑かけました。いきなり来た私に仕事なんてくださって。あんまりいい出来じゃなかったのにね、あの、仕事くれてお金、もう、ギャラ、 の約束料多くくれて本当に感謝しますっていうふうに言いに行こうとしてポンとその方のお宅に行ったら縁側で2人の男性が待っていたんですよね一人は昨日のお客さんもう一人はお隣さんだったんですよでそのご主人がねお隣さんを連れてきて「この人の網戸も変えてやってくれ」っていうわけなんですよいやー仕事までくれたんですよねですぐにそこでお礼とそれからお菓子を渡して 隣のお宅隣のお宅ってもね、まあ、2 0メートルぐらい離れていたんですけども隣のお宅に行って、まあ、アンビドの張り替え作業をやっぱりしたんですよまあその頃はちょっと昨日のこともあったんで多少慣れていたんでやりましたけども出来栄え悪かったんですよで終わった時に「あお隣の何々さんは作業賃いくらだったの?」って聞いて「いや昨日1万,、ね、万5,000円くれたんですよ」っつってから「昨日の領収書を見したらはい」っ言ってら2万5,000円やっぱりくれるんですよね <laughs> うん だからなんかね、頼まれたことっていうのは必然なんで、頼んだ人がもうねぎらないわけなんですよ。で、自分がたまたまできなかったんだけど、失敗したなと思うのは、できる業者さんに1万円で外注すればよかったなと思うんですよ。そしたら中抜き気ができるじゃないですか。多分それでもよかったのかなと思いますけどね。まあ、そうやって私もできないのに始めたわけなんですよ。できないけどギャラになったんですよ。だからいつもいつもね、作業しながら、その人のことを思い出しながら、今の気持ちとスキルで、 あの時の最初の訪問ができればこんなね、無様なことはしなかったのにな、本当に満足いただける仕事が提供できたんじゃないかなと思ってますし、それは今でも変わんないんですよ。で、話を戻してね、必然と偶然の話しますよ。人から頼まれたらそれはもう必然なんですよ。必ず仕事になってギャラになるんですよね。しかも値引きは起こらないんですよ。で、偶然ってのは何かっていうと、自分ができること、たまたま自分ができることを求めてる人が自分の接点のある人に提供できるかどうかなんですよ。これは本当に偶然なんですよね。だから、 人付き合いが少なければその偶然の確率は低いし人付き合いが多くてしかも自分が何者なのかってことを明かしていれば発注につながる可能性が高いんですよねで頼まれれば必然なんですよでもこちらから売り込むとそれは偶然になっちゃうんですよたまたまその時にその人の心が弱くって押したら取れたみたいなね値引きするからどうですかっつったら、うん、まあじゃあ付き合いで買っとこうかみたいなこれもう偶然なんですよねその人が本当に欲しいわけじゃないのに買ったんでだから例えば塾の整列した時にノリで買った人っていうのはまあ動きが遅いわけですよ だからノリで売らないように私はクレジットカード決済やってないんですよ。わざわざ現金で銀行に振り込むっていう形を取ってるんですよね。しかも分割の手続きももう自分でやってくださいと。で、忘れないように振り込んでくださいねぐらいなんですよ。で、忘れて振り込んでなかったりとか、故意に振り込んでなくても私の方は気づかないわけなんですよ。気づいても別に請求しないんですよね。まあそれはその人の関係がそこまでだったのかなと思うしかなくて、自分のサービスレベルが低かったのかなと。反省するだけなんですよね。反省するだけ。まあけどね、やっぱりこう、 まあ、たくさんの方、も1000名以上の方と関わって、熟成さんとしてお迎えしているとあの、30万円って言ってるのに、一括で50万払ってくださる方とか、もうすでに支払い終わってるのに、なんかしんないけど、ずーっと分割払いが続く方とかね、もう完全に全部払ってるのに、また分割の支払いが、もう本当にあれからずーっとサポートしてもらってるんで、これ少ないけどって払ってくれたりとか、まあ、お中元、お歳暮を送ってくれたりとかね、まあそういったこともあって、あの商売っていうのね、うん 全員には届かないけども、一部の人には自分の気持ちとかがちゃんと受け取ってもらえるんだなというふうに思ってますし、それがあ自分のできることなんだろうなと思います。プラス、できないことにもちゃんと挑戦する姿をいつも見せるわけなんですよ。で、最近でもね、NFT とか AI アートとかやってるわけですけども、できないし経験もないですよ。どっちかっつったら苦手分野なんですよ。苦手分野なんだけども、私が飛び込むことによって、苦手な分野に あの久保さんがあの年齢でやってるんだと。あの忙しさの中でまだやってるんだっていうことで、あの、もうなんかね、ちょっと最近忙しいんですっていう人をどんどん、ね、駆逐しよ,うしようと思ってるんですよ。まあね、忙しいとかなんとか言うのは自由なんですけども、まあね、うん、まあそうか、忙しいのかみたいな感じですよね。あまり言わないですけど、そこからはね。やっぱりその人なりのペースがありますんで。うん、でも俺はまだまだ負けないぜ。俺には休憩いらないぜみたいな感じですかね。まあそういう姿はやっぱり見していかないとあ、久保さんでも休むんだから、 自分も心折れてもしょうがないよねっていうふうになっちゃうのかなと思いますんで、いや、俺は負けないぜみたいな感じですかね。まあ、真っ先に休む人間にはなりたくないかなっていうところとね、うん、あれだったらねあの、求められるままに、まあ、思いつきていきたいかなっていうところですか。はい。まあ、それでねあの、稼ぐとは何かを分解することっていうのを書いてますけども、うん、概ねそれでよろしいんじゃないかなと思います。ただし、これが実行できて、さらに深く掘っていけるかっていうのは、またこれから残された課題です。 ちなみにね全然関係ないですけども今電気代が届いたんですよ我が家の電気代今月もね5万4359円ですよこれ何ですかこれ <laughs> 年間で670万の電気代なんですよ <laughs>、うん、なんかねほんとすごいなと思うんですよ、うん、でもこれをやっぱね月末に払わないとおい電気止まるわけじゃないですか2ヶ月滞納したら止まりますからねでその他にガス代もあるわけですよでインターネットの代金とかね まあそのほか生活維持費だって簡単にもう月間で20万とか30万かかっちゃうんですよねでしかも飲み食いがその上についてくるわけでしょ飲食代とかもあるしそれからなんか古くなったものがあったらカーテンでも絨毯でも買い替えないといけなかったりとかまあ、築30年の家ですからリフォームも必要だったりねバカバカお金かかりますよねだからでもお金がなければ何もかも我慢しなくちゃいけないんですよで自分だけじゃなくって家族にも我慢させることになるんですよ だからそれはね、タカさんも同じ思いを抱いていると思いますんで、一刻も早く稼ぐことなんですよ。もう、細かいこと考えずに、とにかく今日という日、一日をいくら稼げたかなんですよ。今日だってそうですよ。今日だっていくら稼げましたって聞かれて、はい、稼げましたって答えられないといけなくって、例えば今日はね、トレードをして私もね、12万ほど稼いでるんですけども、一日に12万稼ぐってのは私としても珍しい方です。やっぱりね、2万、3万とかで止まりますんで、ね。で、マイナスの時もあるんで。でもやっぱり今日、 何かでお金を稼いだっていうことを繰り返す日々じゃないとビジネスとしてるとは言えないですし会社員を離れたとも言えないと思うんですよやっぱ誰かが仕事をくれるわけじゃないんでね私たちは害虫受けてるわけでも何でもないんで自分で世の中のニーズに勝手に気がついてで困ってる人を勝手に探してその人に対して信頼関係を構築してお金を頂きながらその人の困ったを困らない状態にしていくことの繰り返しですからねまあトレードはちょっと全然違うんですけどね でもビジネスっていうのはそういうふうなことでできてますんで今日お金にならなかったってことは今日世の中の困った人を無視したもしくは全く気づかなかったってことになるわけなんですよそのくらい社会的意義が私たちはすごく重いんではないかなというふうに思ってますこれがビジネスのマインドセットっていうことですかねはいじゃあ今日はこのぐらいにしておきましょうかあまた連絡お待ちしておりますいってらっしゃい